はい、皆さんこんにちは、鳥犬チャンネルです。再販もこの頃ね、プレ版限定ですけどセット売りでされたんで、入手されてね、これから作ろうかな思う方もおられるかなと思います。発売当時確か300円で、割とお小遣いでもね入手しやすかったかなと思います。パッケージの方ですね、これね、縁取りがね、これモニターかなんかをね意識した感じでね、はい。そしてパッケージのアーティストは龍子正夫さんということになってますね。エルガイム系ではこの方がよく描いてるのかな。パッケージのサイドには完成見本図が載ってます。結構ね、形がうまいこと再現されたキットだと思います。これあと足をねハの字型にするだけでね、全然もっと変わってきてかっちょよくなります。単品のね箱で欲しい気がねまたしたりもするんですけどね、そうすると多分ワンパッケージで結構いい金額になるんじゃないですかね。はい。そして設計図の方がまだ残っていましたんでね、こんな感じで設計図、あのベストメカコレクションのガンプラみたいにね1枚もんでこんな感じで入ってて、ファイルの方は確か入ってなかったと思うんですよね。はい、こんな感じのものになります。はい。そして今回の紹介するキットなんですが、10年くらい前に作ったものなんで、あの制作動画とか画像もほとんどないんですけど、バラした感じでね、どんな感じにしたかご紹介するんですけど、今足のとこ曲げてますね。これ今触ってる右手のところはね、これは関節はイエローサブマリンのもの持ってきてますね。でつま先のところはことぶきさん持ってきてました。で今ここね、ポリキャップ、ウェーブさんのポリキャップをね元々の軸使いながら入れたいう感じです。そしてねイエローサブマリンのね関節技の、はい、軸をここにはめてあります。ただね、あのウェーブさんのやつのポリキャップのボールジョイントとね規格一緒なんでね、長めなんで入れてあげてます、ウェーブさんの。はい。で膝関節はこのように、はい、内部に3ミリ軸開けてあげて、取り外しができるようにしております。こうするだけでもね塗装がすごく楽になります。太もものね、ピン出てるとこは本当はねなんかチューブかなんかつけるんかもしれないですけどね、膝のところにウェーブさんのジョイントを入れてます。元の軸を利用してつけてます。で股関節のとこですね、ここも多分元々あったピン軸のメス軸の方を流用しながら、ウェーブさんのこの3ミリ軸のボールジョイント、5ミリのやつですかね、ボールのところはそれ使ってますね。はい。左足の方も同じようにしております。このようにね後で取り外しできるようにしてます。エルガイムの頃までね、バンダイさんはあんまりポリキャップは使わなかった感じで、自作のゼータガンダムあたりからですね、ゼータガンダムの144分の1からボールジョイント使っ、ボールジョイントじゃない、ポリキャップですね、使ってる感じです。一応100分の1のエルガイムのシリーズね3つあったんですけど、そのあたりも一応ポリキャップは使ってくれてます。前作のザブングルでも100になるとポリキャップは使ってたんですけど、このちっちゃいスケールのね144はこのエルガイムシリーズまではねついてなかったよ。はい。でこれね、下半身と上半身ヒートペンで切り離して、このように、脱着できるようにします。股関節の中にはポリキャップ3ミリ軸のを彫り込んでますね。はい。で胴体の中はプラパンの積層を入れて3ミリの穴入れときました。で、はい、上半身のところはこのようにウェーブさんのボールジョイントをつけて、肩のところにはポリキャップ3ミリ軸のが入るように設置をしております。で首のところは2ミリの、ね、ウェーブさんのボールジョイントが来るように差し込んでおります。はい。そして指なんですけど、指はね切り開きました。これねデザインナイフのね先っちょのようなんですけど、これヒートペンにつけることできるんで、ヒートペンにしてね、ヒートカッターにして、先ほどやったようにこう切れ目入れてこうちょっと変化つけたいう感じしてます。でここを2ミリの穴開けてこのように差し込みできるようにしております。はい。そして肘はボールジョイント、ここはねイエローサブマリンさんのボールジョイント持ってきてますね、確かね。そしてここのね、二の腕、こ
こをまた 3mm の穴開けて肩部分と取り付けができるようにしております。チューブがね結構折れたりするんでね、作った後でねペキッといったりします。でここことぶきさんのね、ポリキャップのジョイントを持ってきてます。このジョイントがねもう今入手はしづらいと思うんですけどね、今二の腕を入れたところはウェブさんのポリキャップを入れております。はい、そしてここ本当はねプラでピンが出てるんですけど折れちゃったんで真鍮線に変えて差し込むように切り替えております。こういうとこはねどうしても完成後折れたりしやすいところですね。もうあらかじめ真鍮に変えとくのも手ですけどね。はい、そして肩パーツはこのようにはめ込みにしております。ちょっとこけましたね。はい、でその時にどうしても外れやすかったりするとピットのりなんかつけとくとねいいんじゃないかと思います。はい、肩軸もはめてあげます。はい、腕にランチャーついてるのがねエルガイムシリーズのねデザインの特徴かなと思います。はい、今つけた右の手の方も同じく指先は開いております。ヒートペンで開きました。はい、で肩二の腕と肩のところも同じようにやってます。はい、でこちらはね、こちらも折れちゃったんですね片方ね。また動画撮った後でもね修繕しとかなダメなんですけどね。はい、このようにしてはめ込んでいきます。はい、はめました。はい、肩もはめ込みました。で顔のとこですね、はい、頭部には 2mm のジョイントですね、ウェブさんのボールジョイントを入れております。でここもう絶対折れるいうここですね、真鍮線に変えております。先端は、0.5mm 真鍮線に入るような真鍮パイプを使っております。Thank you.